と思われてないよこれ。いつも通りのサイクルだけどなんだか退屈、それじゃポジティブなバイブスに変えていざ行こうか、でかい世界へ。悔いないようにマイノリティでも毎日は悔いないように、日々更新するマイストーリー、その一瞬の感動が醍醐味へ。注目されてるというか、あの日流した涙と血と汗がお前を突き動かしてる。でも人知れずもがいてるんだろう。最大の敵は己、まずは鏡を見ろよその目で、そこに映るそいつに打ち勝って、してやるよ起死回生。レディゴー、目的地は遥か先、平坦な道は歩かない、前人未到をただ繰り返して、見せるのさでかい夢、するやつに結果で分からせるために、昨日より一歩でも前に縮めないでくれ、自分で自分の可能性を導けないで、上へ向いて望むもの掴もうぜ、自分の人生他の誰かに舵取らせない、そう言い聞いた代わりに、こんなところではまだ終われない、誰に何を言われたって俺は俺のまんま、あの日に見た鏡がその答え、このままで行きたいな。レディゴー、ウォー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 で、今よりも上に行こう、ウォーウォーウォーで、目的地は遥か先、平坦な道は歩かない、前人未到をただ繰り返して、見せるのさでかい夢、届きましたね。この練習をしているんです。僕タルトみたいな感じ。大晦日めっちゃ暇なんで、今日会場に滝部選手来てくれて本当にありがとうございます。那須田天心選手、K1 へようこそ。